皆さんこんにちは、心やジェニーです。第9回の楽レッスンは無意識を捕まえるというテーマでお送りしたいと思います。無意識を捕まえる、そうですね、自分が意識していること、そして無意識でやっていること、そういうことを今日は皆さんと一緒に、探っていきたいなと思います。2時間どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。お元気でしたでしょうか。無意識のお話を今からしたいのですけど、無意識と自分の無意識で行っていることと意識して行っていることとありますよね。で、これぐらい無意識でやっていることって一日の中にたくさんあるんですよね。無意識でやっていることの方が多い。意識してやることより無意識でやっていることの方が多いので、じゃあ皆さんは何を意識しているのかなっていうことをちょっと知りたいので、紙とペンがありますか。ちょっとワークをやっていきましょうか。2番目、自分の耳に入ってくる言葉、自分の日常生活の中で、家族だったり会社の人とだったり、生活をしていて自分が耳で拾う言葉、どんな言葉をあなたの耳は拾っていますか。先に自分が自分を責めるのをやめたら、責められるのも終わるわけよ、否定されるのも終わるわけよ。自分の中で自分が罪悪感を持っていることを終わらせればよかったんだと思って、で、なんかすごいね、本の右と左だけど本を開いた感じこの罪悪感が、私が終わった時がこの本がちょうど合わさって、あ、この罪悪感がもう終わった、もう私は幸せになってもいいって自分を許せたら、この会社がなくなってるとよ。へえ。大元はそうではないから、ちっちゃい頃にお母さんに言われた言葉だったりするだよね。お金使いすぎ、そうなの、私使いすぎなのって言えればいい話なんだけど、責めちゃうから。で、今そこに書き出してもらった責めてる言葉を、許可してもらいます。許す、あ、消しちゃった。本のこっち側にさ、責めると罪悪感があったじゃない、そっちを先に終わらせるためにここに丸をしていきますね。許す言葉に変えていくので、私は悪くない、私は悪くてもいい、私は悪くてもいい。で、責めるを、日常の責めるがその時にひょいって出てきたのをストップさせたの。これができたことがすごい、私は良かったと思って、無意識で自分を責めているのをストップできるのは意識でしかできないんだよね。自分の心の中のおしゃべりだから、無意識を止めてあげれるのは意識だけ、ストップしてあげられるのは意識だけ。これをストップ、責めてるよって、責めてることに気づいて、まず気づく、あ、自分ってこんなことを考えるんだ、こういう時にこういう自分責めが始まるんだって気づいてストップさせる。これ両方とも意識でできます。意識が、自分はこんなことをいつも心の中で思っているんだっていうのを、自分が自分のことを知るっていう、
自分が自分のことを一番知らないから、日頃の自分って何を心の中で思ってるっていうことに気づいてもらいたいんですね。自分を知る、自分を知る